横浜誉レがチキフズ外国当時の上位の気分が絵画にも現れている。幕末期の文化、または開国期の文化とは、江戸幕府が開国に踏み切った1854年頃から大政奉還によって幕府が倒壊、明治維新を迎える1868年頃までの日本の文化。日本史の時代区分では、江戸時代末期にあたり、当時使用された言語は、 古い順に、家営、安政蔓延、文久、現時、慶応である。本格的に、西洋文明との接触が始まったことで、その需要と対応のあり方が問われる一方、政治的激動の時代であり、文化の様態もまた強い政治性、軍事性を帯びている。疑言、開国寿司表紙、河地都市明エジプトのスフィンクス像前での、池田施設団、フェリーチベアと撮影。 カンンマ丸と伝えられる写真オランダで製造された軍艦で、救命は、ヤーパン号。長崎海軍練習所の練習艦であった。高杉新作アヘン戦争における大国清の敗北、黒船来航によって、鎖国から開国へという江戸幕府の政策転換によって、東、アジアをめぐる西緑当然の情勢が次第に明らかとなり、それに危機感を覚えた。 知識人たちは競って海外情報の獲得を目指した。従来の海外情報としては、長崎のオランダ人によるオランダ風雪所、新国人による東人風雪所があったが、両者は幕府首脳の独占するところであり、他には、西川条件、海通商工、荒井白石、西洋気分、祭壇因玄、工藤平介、赤江戸風雪工、桂川補修、 国際文脈、大月原卓、寛解異文などの書籍があったが、体系的な知識を著述したものは少なく、また、読者も極めて限られていた。関籍としては、1843年、次大部出身の議元が著述した、開国寿司が、チャンス賞揚集で刊行されている。開国寿司はアヘン戦争後、新疆の遺理に左遷された、金佐大臣、林則女が、 疑元に託した、地理書、4、寿司をもとに著述された、万国地理書、世界情報書で、編集に際しては、歴代の地理歴史書、秋尾以後の西洋地史、地図など数多くの資料が参照され、疑元自身の見識によって著述されている。当初は50巻であったが、1847年には60巻本、1852年には100巻本に、増補された。 疑言はこの中で、エビスの長技を使とし、モテエビスを制すと述べ、西洋の先進技術を学ぶことで、その侵略から自身を守るという観光目的を示しているが、その危機感と著述の趣旨を、深刻以上に真摯に受け止めたのは、幕末の日本であった。日本における、開国寿司の需要は中国はもとより、李氏朝鮮と比べても9年も遅いかええ、4年のことで、あったが、 幕府の文庫に秘蔵されていた道書を見かけた、勘定奉行、河地俊明が、老中、安倍正宏にこの書の有用であることを説き、安倍も、またそれに賛同して、閣老、賛成に対する熟読奨励と本国に関する、将軍許可を得た。河地は直ちに死費を投じて、受者、塩谷党員、蘭学者、三作り原稿に皇帝簿を依頼して、本国、出版した。こうして、 開国寿司が一旦刊行されるや数年を経たぬうちに23種類もの本国が出版され、和訳本も16種類現れた。このことは、制作担当者である幕閣、佐久間正山や吉田松陰、橋本さない、横井昌南ら各地の知識人のみならず、庶民でも読み書きのできる、人々の中には少なからず、国際情勢に関心を持つ者がおり、 彼らによって盛んに読まれたことを示している。江戸幕府は、蔓、ま、延元年、日米修好通商条約の批准書交換のために、ポーハ単語で、新見正まを、制し村垣の政を服、副し小栗忠だまさを観察官とする総勢77名の蔓、ま、延元年検米施設をアメリカ合衆国に派遣した。この施設には、護衛官として、軍艦部業、 木村義武を司令官とする管理丸を伴い、乗組士官として、かつ海舟、小野智五郎をはじめとする、長崎海軍伝習所関係者を当て、通訳には、アメリカ事情に詳しいと鎖国の漁民出身の中浜、万次郎、木村の従者として、文護国なかつ藩出身の福沢諭吉が乗船した。一行は、サンフランシスコでもホワイトハウスでも、大歓迎を受けた。 海外事情は、こうして、直接もたらされることとなるが、施設団の構成を見てもわかるように、欧米との本格的な修航の開始は、従来の身分制度にとらわれない、実力本位の抜擢を伴うものであった。幕府はまた文久元年には、竹内康則を制し、松平康秀を副使とする、第1回県王施設33名を派遣した。これは、ヨーロッパに向けた開港。 海事延期交渉のための施設であり、エビス城探索の命を受けた、雇い試験翻訳方の三作周平、松木弘康、通事として、福沢諭吉、福地玄一郎さらに幕府から柴田武中、長州藩から杉孫七郎らが従者として加わった。一行は、マルセイユからパリに入って、ナポレオン三世と会見、オランダ、プロイセン、ロシア、ポルトガルを歴訪した。 文久3年には、池田長発を、聖子、河津助国を、副氏、河田博士を目付とする、第二回剣王施設を派遣した。聖子の池田は、渡航前は、上位下であったが、随員の一人の原田五一がそのまま西王に残り、留学したい旨の希望を受け入れ、フランス政府からの勧めもあって、フランスへの留学生派遣に尽力することを約束、パリでは、 シーボルトと会見して徒仏中の様々な圧旋を依頼、さらにその報酬を支払っている。池田は、便利行使派遣の重要性を認識し、有能な現地人の雇用まで考慮し、さらに帰国後に、横浜佐幸の不荷と、不国協兵を論じ、海外渡航の解禁憲白を行うなど、実際に、西欧に触れたことで、世界観を劇的に変化させた。 池田の数々の提言は、従来に比較して、一層解明的、先進的なものであり、そこに、万国広報への理解が進展しつつあることが、指摘できる。その後も幕府は、慶応元年の県王施設団、慶応二年の県路施設団、慶応三年の県米施設団、同年の県王施設団の都合7回、欧米に対して、施設を送っている。中国に向けては、 体中貿易の試験戦として、文久2年に、千歳丸を長崎から出版させ、勘定家だ、根立助七郎以下のばくりに加え、長州藩の高杉晋作、佐賀藩の中村倉之助、薩摩藩の五代、ともあ大村藩の三重玄造ら諸藩氏、長崎商人計50名余りを上海に送った。高杉、中村、五代の3人は、上海で、行き統合し、 蒸気船や砲台などを一緒に見学したり、武器商人と会談したりなど、情報収集に努めている。これら外交施設団の一行に加わった人々は、当時の発展著しい欧米諸国やあろう、戦争下の中国の実情を見分したことで、帰国後、一層リアルな海外情報を日本にもたらし、日本植民地界の危機感などを周囲に伝えた。こうして、ある人は、 幕末の政局に影響を与え、ある人は、維新後の日本の近代化に大きく寄与することとなったのである。福沢諭吉は、慶応2年に西洋事情初編3冊を刊行し、幕末から明治初年にかけて2編と外編を刊行した。開国寿司はその役割を終え、以後長夜を問わず、陽光の時代を迎えることとなった。にらやま反射炉。 長崎海軍練習書伊豆鍋島法、伊佐尾改造、国産初の実用蒸気船、両風丸薩摩の修正管事業関連建物群が変戦争後、幕府や諸藩は国の防備を強化する必要を感じ、西洋の軍事技術の摂取に努めた。海江三年に佐賀藩の鍋島直政が、既然国佐が築地に、築地藩社路、ついで海江四年、薩摩藩の島津成明が、 鹿児島の、源泉岩園内に反射炉を築いて、製鉄を行い、大砲の鋳造を始めた。永6年には、江戸幕府にら大館の江川英流も、にら反射炉を築造、江戸郊外滝野川村にも滝野川反射炉を開き、さらに、水戸藩、長州藩、南部藩などにも広まった。幕府はまた、永6年に、江川英流の検索に基づいて、江戸湾品川沖に、 台場の建造に着手し、寛永12年の大船建造の期以来、累代の武家諸法度で禁じていた大船の建造を解禁し、諸藩に解剖の強化を命じた。これは幕府、諸藩の海軍創設につながる画期的な規制緩和であった。安政元年、江戸に5カ所の公部城を設け、ついで安政3年には江戸築地に公部城を設立し、 高島周藩、下、曽根晋厚氏、小谷信友、勝海舟、酒木原鍵義久保滝嫁、ね、伊庭秀俊、大村松次郎を師範とし、旗本、御家人らの幕臣とその指定に対して、西洋式軍隊編成のも伝統的な武術と、西洋法術を教授した。同じ頃、江川秀俊は、芝新銭座に大償報酬蓮城を開き、洋式銃宝の教授、 訓練を行った。安政4年には、安政2年函館入港のフランス船から教授を受けた武田綾三郎の設計による洋式築城が始まった。安政2年、幕府はオランダ国王から蒸気船が送られたのを機に、海軍士官養成のための長崎海軍練習所を開き、オランダより来県カッテンディケラを教官として招いた。長井久し、 木村義武を総監に、勝海舟、榎本武明、沢太郎左門、岡大倉ら幕臣はじめ諸藩の藩士を全国から集め、軍艦の操縦訓練など西洋式の海軍術を学ばせた。幕府練習生は第1期37名、第2期生12名、第3期生26名に及び、諸藩からは計128名が練習を受けた。長崎海軍習所では、 造船や医学、語学などの教育もなされ、特日本ペンによる医学伝習は、物理学と科学に基礎を置く日本の近代医学の始まりである。海軍伝習所からは、長崎養生所、長崎英語伝習所が派生している。このほか長崎製鉄所や、フランスの援助によって、横須賀製鉄所なども作った。なお、長崎、横須賀の製鉄所は造船所も兼ねており、 明治以降は造船所と解消された。さらに幕府は、幕府海軍の創設のため長崎に続き、江戸にも公部署内に海軍教育部門を設けることとし、安政4年に長井久しいか長崎海軍練習所の学生の一部が、観光丸で江戸にへ移動、軍艦教授所を設けた。安政6年、長崎海軍練習所が閉鎖されると、軍艦総連所は、 幕府海軍教育の中核施設となり、当初は爆心の指定のみに限定されていたが、万円年間には諸般からの学生も受け入れた。長崎海軍練習所では、オランダ軍事顧問団が教官を務めたのに対し、軍艦総連所では、基本的に日本人教官による教育が行われた。教授陣は、長崎海軍練習所卒業生が中心で、 勝海舟や小野智五郎や新井久之助、平浜五郎、笹倉東太郎らであった。なお、中浜万次郎も一時教授を務めている。解明的な安倍政宏の下で、公部書、茂る書調べ書、長崎海軍伝習所の解説や、品川大場の築造に尽力したのが岩瀬忠成であった。岩瀬は、安政後過酷条約のべての交渉を主導し、実際に署名した、政治家、 外交家であった。ロシア施設エフィムプチャーチンが安政東海地震でティアナゴを失った際、大戦建造を伊豆国戸田村で行ったが、岩瀬はこれを造船技術を実地で習得できる絶好の機会と捉えて爆心を派遣し、また初犯市による実験を強化した。また、戸田の船大工たちにも造船技術の習得を命じて、 君沢型という国産船を建造させている諸藩でも蒸気船の建造が行われていた。薩摩藩は黒船来港前の海営4年より蒸気機関の製造を試みており、その一方で昌平丸など西洋式帆船の建造を進めていたが、安政2年、国産初の外輪蒸気船、雲行丸を竣工させた。また、からくり芸門の名で知られる、 筑後国久留米出身の田中久志へは、加盟6年に佐賀藩製錬方として取り立てられ、2年後、日本初の国産蒸気機関車、蒸気船の模型を製造している。長崎海軍伝習所で学んだ田中は、文久元年に、三重海軍所で、蒸気船、電流丸の蒸気管製造担当となり、翌文久2年には、幕府蒸気船、千代田系の蒸気管を修繕している。 そして、文久三年には、三越で国産初の実用蒸気船、両風丸の建造に着手、慶応元年に竣工した。薩摩藩主、島津成明は七年半の知性で、驚異的な反省改革を進め、人材登用とともに、富国強兵に尽力した。常実の反射炉だけではなく日本初となる、陽光炉を作り、機械、宝石、ガラス、 小舟などの洋式工場を建設して、地雷、水雷の製造も行った。これら工場群は修正官と称され、滑走の実験も行われた。江戸地でも、蘭学者、武田綾三郎とその弟子たちが、城郭のみならず、西洋式灯台を築いている。函館奉行所は、文久2年より1年間、米国人2名を雇用して、江戸地南部一帯の鉱山、 地質の調査に当たらせ、慶応3年から翌年にかけては、イギリス人2名に、茅沼炭鉱の調査、採掘を、委託、さらに、箱根近郊70村に、模範農場の設置を検討して、それをプロイセン貿易省のガルトネルに依頼するなど、西洋技術の導入には熱心であった。この時期、箱館の日本人は、箱館に居留した外国人たちから、パンや、 巻きタバコの製法、写真術、絵画、医学などを学んでいる。幕府、版書調べ書と非安政三年開設時の所在地に混流、三つ栗玄子老中、安倍正宏ら幕府首脳は、日米和親条約締結後の安政二年、文化年間に天文家だ、高橋景康の県議で創設された、版書和解御用を改祖、拡充し、江戸球団下に、洋楽所を開いた。 洋楽書の頭取に選ばれたのは、昌平坂学問書の受者であった、小賀金一郎であった。しかし、洋楽書は安政の大地震で全壊消失してしまったため、安倍正宏らはこれを安政三年に番書調べ書として再建した。番書調べ書は、外交文書の翻訳、洋書の翻訳、出版、爆心指定の洋楽教授を行い、当初は、 乱学一科であったが、英語、ドイツ語、フランス語の教授もなされ、語学、精錬学、機械学、物産学、数学、画学の各学科を講じた。小賀金一郎が、頭取り、三作玄婦と、杉田聖慶が教授であり、教授手伝いとして、川本美幸民、高畑五郎、松木博康、手塚津蔵東上栄安、原田隆作、 田島淳介、村田蔵六、木村群太郎、市川西宮、青州、津田まみ杉田玄丹、村上秀俊、小野寺丹本という面々であった。文久2年には、要書調べ書、文久3年には、改正書と改称し、教員も増員して、藩士や一般有志にも、解放、さらに内容も、従来自然科学分野に偏っていた洋学を、哲学。 政治学、経済学、地理学などの分野にも拡充した。改正書の教官としては、主席教授として、マシューペリー以来工事の米大統領国書を翻訳した、三作り原稿がおり、青州、津田真道、加藤博之、神田公平、柳川春さん、画家の川上東外らが知られている。幕府はまた、万、ま、円元年、天然痘の予防を行うため民間で作られた。 江戸玉川家の首都書を直轄とし、西洋医学の教育と研究を行う医学書と改称した。なお、日本初の首都書は、開園2年に夫をもう日家によって長崎に開設されたもので、その後佐賀藩主、鍋島直政から江戸在勤の範囲や京都の日の金井なりに闘病が送られ、各地に首都書が設置されたものである。改正書と医学書は、 明治維新以後も教育研究機関として重要な役割を果たし学術の分野で日本の近代化を支えた。薩摩藩薩摩藩でも幕府の洋学校と同盟の改正書があり、これは撮影戦争の敗北によって圧倒的な海軍力の差を痛感したことを契機として現時元年に設けられた教育機関であった。教授科目としては海軍、陸軍の法術、 標法、追記など、軍事の専門科目、天文、地理、測量、航海、機械、造船、物理、医学などの諸科学、英語、オランダ語などであった。講師陣には、英学者の前島筆か、中浜万次郎、蘭学者の石川角太郎など、他藩の親が多数招聘されており、変わったところでは、海援隊の沢村総の城も、数学を教授した。 創設には、石川のほか大久保利道、大梅付、町田久成が関わっていると見られる。改正書の生徒は70名ほどで、藩校増資館より選抜された春秋であった。後に、東京改正学校の初代校長となる、畠山吉成もここで学んでいる。薩摩藩は、慶応元連に、イギリスに向け施設団と留学生を派遣しているが、その人選にあたっては、 改正書出身者を重視した。幕府、諸藩はそれぞれ西洋文化の摂取に努め、洋学を教授、練習する機関を創設したが、主として自然科学分野や技術面に限られていた。また、海外情報は書籍や外交施設からも得られていたが、決して十分とは言えないものであり、政治、経済、法制、社会制度等も含めた、 西洋文明の本格的な習得は、留学生によらなければならなかった。青春、長州5上段左より、遠藤、野村、伊藤、下段左より、井上薫、山尾五代、友厚寺島宗則ロンドン大学本部、文久元年以降、幕府は、数回にわたって、ヨーロッパに施設を送った。文久2年、幕府は、幕臣の江本武明、内田正男、 赤松時ながら軍艦総連所の優秀な、伝習生や洋書調べ書教官で、岩見国津和の藩出身の青州、三坂国津山藩の津田間道、長崎養生所からは、伊藤原駅、林県会らし分に、職工6名を加えた計15名を留学生として、オランダへ派遣した。榎本らは、航海術や武器製造法を学んだが、西と津田が、 オランダ留学で特に期待されたのは国際法の知識と運用であり、雷電大学のシモン・フィッセリング教授から地国学に属する科を2年間の予定で学んだ。先週、万国広報全4巻はフィッセリングの講義内容を鉛筆で筆記したノートが原本となっている。西は徳川義信の顧問として京都に招かれたが、その成果は必ずしも生かされなかった。 しかし、西は、京都市場通りに、洋学塾を開き、藍津藩、桑名藩、津藩、福井藩、備中松山藩などの藩士に、英学、西洋法学、国際法を教えている。また、このことはその後の留学生が、軍事技術に限らず、西洋の社会科学、人文科学を学ぶ契機となった。幕府は、慶応元年に、ロシア帝国、同2年に、イギリス、 同三年にフランスと立て続けに留学生を派遣し、学習すべき対象も大幅に拡大した。西らの言動が幕閣を大いに動かしたものと考えられるが、一方幕府もまた異聖者として日本の将来を危惧していたことを示すものである。英国留学生には後に啓蒙家として活躍する中村正直が加わり、西欧の政治、法制、経済、歴史などを学んでいる。 慶応2年、幕府は従来の政策を転換し、学術修行と商業を目的とする日本人の海外渡航を解禁し、イギリス、フランス、ポルトガル、オランダ、アメリカ合衆国の各国に対して日本人旅行者の保護を求め、これにロシアプロイセンを含めた7国への渡航を許した。この政策転換には下術するように、すでに密航の形で諸藩が留学生を欧米に送り、 諸外国もこれを引き受けている現実があったが、より直接的には、英国特命全権行使、パークスの勧告によるものであった。この解禁により、英仏乱による留学生誘致合戦が起こり、諸藩からも留学生の派遣申請がなされ、幕府自体も派遣した。個人としても、かつ改修の着難価値素六が、アメリカ留学を果たしている。諸藩でもすでに、長州藩が、 文久三年に、井上薫、遠藤金助、山尾洋造、伊藤博文、野村康介の藩主5名を、ヨーロッパの政治、社会制度、技術等を学ぶ目的で秘密裏に、ロンドン留学させている。イギリス商戦で密航により投応した彼らは今日、長州五欠内市、長州ファイブと称されている。山口市に残る長州五欠の碑文には、井上は、外交の、遠藤は、 造兵の山尾は工学の伊藤は内閣の野村は鉄道のそれぞれ父と記されている。留学先がロンドンとなったのは幕府派遣の文久遣法施設の中に長州藩からは杉孫七郎が参加しており、杉の欧州体験とそれをもとにした意見が影響力を持ったものと考えられる。彼らは国金を犯しての渡航であるばかりでなく、 当事者しか知らない内名であり、藩主以下の養老と同士にしか知らされていない状態であった。渡航資金も、ままならず、井上、伊藤の二人が、藩の御用金一万両を担保として年出したことは、よく知られているが、その陰には、大村増次郎の圧線があった。彼ら五人に期待されたのは、長州藩海軍の創設を担い、来るべき、早く上位の後に、 西洋の軍事技術と西洋事情に通じて藩のために尽くす人の機会、生きたる機会となって日本に戻ってくることであった。井上、伊藤は源氏元年の下関戦争に際して急遽帰国し戦争回避と和平交渉に尽力したが英国に残った山オ三3名はオリファント付初期官だったレジナルド・ラッセルとロンドンで会談しその中で 長州藩は王政復古という待望を持ち、外交権奪取によって無血倒幕を起としていると説明している。山浦のこうした工作は実際にイギリス外務省を通じて同国政府の行動に影響を与えている。薩摩藩では撮影戦争後の文久3年に五代友厚とトーマスグラバーが長崎で再会し、五代が布告強兵のための貿易振興。 留学生派遣計画をグラバーに厚く語り、両者は共同で構想を抱くようになってグラバーは、留学事業の最大の協力者、保護者となった。五代は、この構想を、小松立脇ら藩主の部に上進し、緻密な修士計画を伴う詳細な留学生、派遣計画を提出した。こうして、慶応元年、二色中三、五代、ともあ寺島宗則、通訳、 堀総重郎の4名からなる外交施設団を送り、町田久成、森有則、鮫島直信、中村博義、長沢かなえ、吉田清成、畠山吉成、松村昭蔵ら15人の薩摩藩第一次英国、留学生をイギリスに留学させた。薩摩藩は、また翌慶応2年には、アメリカ合衆国に向け、にれかげのり、ゆ吉原重げとしらを、 薩摩藩、第二次米国留学生として派遣した。今日、薩摩スチューデントと称される、留学生たちは、薩摩藩改正書から多く選ばれたが、思想的にはあえて上位派が多く選ばれており、本人の意思とは関係ない判明による渡航であり、資金は少なくとも、当初は潤沢であった。また、事態を希望する者も,もあり、実際に渡航しなかった家臣もいた。これは、 長州五傑とは際立った、そう点である。県営施設団には、必ずしも帰国後活躍しなかったものもあり、一方では逆に、人の機会にとどまらずに、西洋の真髄に触れようとして、アメリカの神秘主義者、宗教家のトマス・レイク・ハリスのもとへ向かったものもあった。寺島宗則は、 ローレンス・オリファントを通じて、イギリス外相のラッセル・ハクに、夕飯連合政権重立の構想を解き、その対日外交に影響を与えたと言われる。ロンドンでは、当時国内ではまだ旧敵同士であった、長州五欠と遭遇し、意気統合している。施設団は、フランスプロイセン・オランダ・ベルニー各国を歴訪、視察した。ロンドンでは、 ベルギー貴族のシャルル・ド・モンブラン伯爵から貿易商社設立の話を持ちかけられ、ブリュッセルにおいて商社設立契約を結んでいる。五代、寺島はラジカルな国家間を有するようになり、反赤法官や民選議員を構想するに至った。また、森、サメシマら6名の薩摩青年は、トマス・レイク・ハリスに傾倒していたオリファントの紹介で1867年に、 渡米している5名は後に帰国したものの。長澤。家内のみは生涯帰国せず、カリフォルニアのワイン王として地元名士になった。長澤は最初の近代的日本人の一人であったのと。同時に日本人移民の一号となったのである。なお、薩摩長州の留学生はほとんどがロンドン大学で学んでいる。当時のイギリス。では、この大学だけが信仰人種。 国籍の違いを超えて学ぶ意思のあるものすべてに開かれていたからである。ロンドン大学で科学を講じていたアレキサンダー・ウィリアムソンはイギリス科学界の重鎮であり、リベラルで慈悲深く留学生たちを受け入れた。出身判別の留学生の人数を見ると、幕府57名に対し、薩摩藩26名、長州藩16名、福岡藩8名、仙台藩4名、 加賀藩三名、佐賀藩、越前藩、土佐藩、熊本藩、各二名、岡山藩、広島藩、庄内藩、安中藩、川越藩、桜藩、久留米藩各一名となっている。こうした中で、仙台藩士、高橋惚歴世は、慶応三年にアメリカ留学したものの、ホームステイ先で騙され、年期暴行契約の結果、一時奴隷同然の、 生活を送ったことで知られる。留学先は、幕府は、オランダ、フランス、イギリスの順であったのに対し、諸藩はイギリスが最も多く次いで、アメリカ合衆国であった。これは、現実の外交関係の表れでもあった。プロイセン王国はそれまで日本における認知度の低さによって留学生はわずか1名と少なかったが、留学生相互の口コミでは、評判が高く、 明治以降のドイツへの留学熱につながった。幕末期に欧米に留学した人物は130名に及び、そのうちの多くが明治以降の日本の近代化に貢献した。ペルリ帝督日本円世紀差し絵、下田の公衆浴場開国後、開港場となった下田では早速異文化交流が始まったが、特筆されるのは西洋人の日本女性に対する評価の高さである。 陽気で、純朴にして人やが、生まれつき気品にあふれている、感じがいい、物おじしない、中国の女と違う。いささかの恐怖も気遅れも示さない、日本では、男も女も、皆かなと感じで、読み書きができるなどがそれであり、子供も含め、また、西洋人による写真や、絵画などでも確認されるように、従来言われてきたような、剣をと警戒のイメージはなく、 これはむしろ文明開化以降の更新意識、劣等感の産物である。また、他のアジア諸国に対して、欧米人が抱きがちであった、圧政に信入する農民というイメージも皆無であった、ことが各種の記録より伺える。当時の日本では地域によって差が大きいことも事実で、あるが、幕末の社会を半未開と見た、中日アメリカ講師、タウンゼント・ハリスでさえ、 その要望に急棒を表している人間は一人もいなかったと記している。なお、日本における混浴の習慣は西洋人から見れば大変な驚きだったようである。クルティウスとボルスブルックはオランダから、エルギン白尺、オリファント、オールコック、アーネスト・サトウ、ハリー・パークスはイギリスから、レオン・ロッシュはフランスから、オイレンブルクとマックス・フォンブラントはドイツから、 タウンゼント・ハリスはアメリカからそれぞれ外交官として来日した。ボルスブルックは、ボルスブルック日本報告、オランダ領事の見た、幕末事情、オリファントは、エルギン教使い施設録、オールコックは、大君のと、佐藤は、一外交官の見た、明治維新、オイレンブルクは、オイレンブルク日本遠世記。ブラントは、ドイツ公使の見た、明治維新、ハリスは、 日本滞在記といった著作を残しており、外国人の視点から幕末史を描いたものとして、公的な文献資料となっている。マシュー・ペリーも、ベルギー日本遠征記を表し、当時の琉球王朝の様子や日本庶民の姿、小笠原諸島をめぐる各国のせめぎ合いを描いており、貴重な資料である。通した池田長発の計らいで、シーボルトとその子アレクサンダー・フォン・シーボルトが、来日している。 アレクサンダーは英国公使館の通訳を経て、後に明治政府の親とい外国人となっており、ジーボルト最後の日本旅行の著作がある。1861年10月12日、イラストレーテドロンドンニュース掲載の東ゼンデラ事件、母親戦争中の薩摩藩死イギリスの画家、チャールズ・ワーグマンは、幕末の様子、事件、風俗を描いた絵や、風刺雑誌、 ジャパンパンチで知られる。日本人女性と結婚し、東全でラジケンに遭遇した。ワーグマンと共に行動したのが写真家、フェリーチベアトである。ベアトは、ワーグマンよりやや遅れて来日し、横浜の居留地では、隣同士に住んでいた。ベアトは、幕末から明治にかけての貴重な写真を数多く残したことで知られる。なお、幕末期に横浜に訪れた写真家として、 ウィリアム・ソンダースや、チャールズ・パーカーがおり、横浜前景をはじめとする写真を残した。ロシアの作家イワン・ゴンチャローフは、プチャーチンの秘書官として訪日し、帰国後、帰港文、フリゲート艦パルラダコを表した。上位主義者によって暗殺されたヘンリー・ヒュースケンは、オランダ出身であったが、初代米国中に治療時、ハリスの通訳として来日した。ヒュースケン日本日記の著作がある。 スイス図解飛施設団長として日本を訪れたのがエメ・アンベールである。アンベールは非遂州交通省条約を締結し、フランスで豊富な挿絵を入れた幕末日本図絵を出版している。この図絵はジュール・ベルヌの80日間世界一周の参考文献としても用いられた。軍事、技術の分野ではオランダのヘンドリック・ハルですが、長崎製鉄所の フランスの海軍技師レオンスベルニーは、横須賀製鉄所の創設にそれぞれ尽力している。デンマーク人のエドアルド・スエンソンは、フランス海軍軍人として駐留し、江戸幕末滞在期を残した。スエンソンは、維新後再び来日し、日本最初の海底電信ケーブルの布設の責任者となっている。幕府の将兵で来日したフランス軍人、シャルル・シャノワーヌが、 本国軍事省に送った手紙には、元来、日本は他のアジア諸国民と異なり、勤勉で正義感があり、名誉心も強く、仮想社会といえども、礼儀を重んじる習慣がある。無礼に対しては起こりやすいが、必要な時には沈着である。日本人の気持ちが本来快活である。フランス人に引きつけられることは必然であると記している。自然科学分野では、 オランダの科学者クーナーと原玉が長崎生徒区間の科学教官として来日。維新後は大阪生未局教頭として科学教育を行った。日本滞在中の書簡集が出版されている。フランスの鉱山技師ジャンフランシスク・コワニエは薩摩藩から鉱山調査のために招聘されて訪日した。維新後は親とい外国人として 行野銀山の経営近代化のために尽力した。アントニウス・ボードウィンはオランダの軍医で長崎洋上諸教頭としてオランダ医学の普及に努める。維新後は大学登校の教師となり上野公園の設置を提言した。武器商人としてはトーマス・ブレイク・グラバーが有名である。妻は日本女性で一難一女を設けている。イギリスのロバート・フォーチュンは 植物収集家で、幕末日本探望機の著作がある。イギリス人、ウィリアム・ウィリスは、イギリス講師官付け医官、医学者で、パークス講師の下で、江戸、横浜などの副領事も務めた。維新後は、東京医学校などで、経験科学的なイギリス医学を教授したジェームス・ヘボン、日米修好通商条約後、自由貿易の開始された横浜港には、 外国人宣教師や新聞記者が来日し、彼らを通して、欧米の政治や文化が日本に紹介された。米国籍のジェームス・ハミルトンバラは、オランダ改革派教会派宣教師で、日本最初のプロテスタント牧師である。妻のマーガレットが所管集、古き日本の別件を出版している。アメリカ人宣教師で医師のジェームス・カーティス・ヘボンは、妻クララと共に来日し、 神奈川に製薬院を開いた。医師としてのヘボンは、眼科が専門であったが、人気役者、田ス助の脱走を治療したことで、一躍有名になった。プレスビテリアン派の殿堂と医療に勤める傍ら、英学塾を開き、ヘボン式ローマ字を考案、慶応3年には2万語を収載したローマ字表記の和英辞典、和英語臨修正を編纂した。ヘボン塾は、幕府の要請を受けて、 大村益次郎、原田一同に英語を教え、高橋惚歴よ、林正し、佐藤百太郎、沼森和、服部トリを、石本三十郎、増田隆三宅修羅もこの塾で、英語や医学を学んだ。アメリカのサミュエル・ロビンス・ブラウンは、オランダ改革派教会派宣教師として来日し、ブラウン塾を開校した。ヘボン塾とブラウン塾の流れが1886年の、 明治学院に繋がっている。グイドフルベッキは、米国オランダ改革派協会宣教師として来日し、長崎英語練習所の英語教師となった。維新後も親とい外国人として、大学南校などで教えている。他の宗教者としては、ロシア聖教宣教師のニコライ・カサート・キンが来日して、日本に永住日本聖教会を創建した。フランスのベルナール・プティジャンは、 カトリック神父として長崎に大浦天主堂を建設した。旅行者としては古代への情熱で知られるハインリヒ・シュリーマンが来日しており旅行記を残している。シュリーマンはもし文明という言葉が物質文明を指すなら日本人は極めて文明化されていると答えられるだろう。なぜなら日本人は工芸品において 蒸気機関を使わずに達することのできる最高の完成度に達しているからであると記している。浜田彦像中浜万次郎、アメリカ彦像こと、浜田彦像は、張馬国家公軍出身で海へ4年の13歳の時、岐阜の船と知人の船を乗り継いで、江戸に向かったが、紀半島大王岬沖でナンパし、南鳥島付近で、アメリカ商船オークランド号に救助された。その後、 救助してくれた船員たちと共に、サンフランシスコに滞在し、ペリー艦隊で帰還することとなったが必ず、サンフランシスコに戻り、その後ニューヨークに赴いた。彦コを引き取ったサンダースの援助で、ボルチモアのミッションスクールで学校教育を受け、カトリックの洗礼を受けて、ジョセフヒコと名乗り、また、このことによりそのまま帰国することができなくなったので、帰化して、 アメリカ国民となった。安政6年、中日講師、タウンゼント・ハリスによって、神奈川領事館通訳として採用され、9年ぶりに帰国した。一旦アメリカに帰り、文久2年には、エイブラハム・リンカーン大統領と会見、再び領事館通訳に職に就き、翌年この職を辞して、横浜の外国人居留地で勝者を開いた。現時元年、 岸田銀行の協力を受けて、英字新聞を日本語訳した木版の海外新聞を発刊している。これが日本で最初の日本語の新聞と言われ、その後、林間暗暗殺のニュースをキャッチして日本人に紹介した。ジョン万次郎こと中浜万次郎は、土佐国中浜村の反応反寮の家に生まれたが、天保12年14歳の時に失業して暴風雨に遭難。 仲間と共に5日、反漂流した後奇跡的に、伊豆諸島の無人島取島に漂着した。ここで百四十三日間生活した後アメリカの捕鯨船、ジョン・ハウランド号に救助され、ホイットフィールド船長の養子となって、アメリカ本土に渡った。八百四十三年には、オックスフォード学校、八百四十四年には、バーレットアカデミーで、英語、数学、 測量、航海術、造船技術などを熱心に学び、主席となったと言われる。万次郎は民主主義や男女平等など、当時の日本にない新鮮な概念に触れた一方、人種差別も経験した。開英4年、万次郎は琉球に上陸し、番書で尋問を受けた後、薩摩本土に送られ、海外情勢や西洋文化について、藩主、 島津成明から質問を受けた。成明は万次郎に、様式の造船術や公開術について、藩士や船大工に教示するよう命じ、その情報をもとに、和洋折衷船の雲行き丸が建造されている。その後長崎に送られた万次郎は、長崎奉行諸島での尋問を経て、土佐藩に引き渡された。吉田東洋は、万次郎の話を記録して、 共達未治む略を表している。加盟五年、万次郎は、帰郷を許され、私文に取り立てられた上で、反抗教授官の教授に任命され、翌加盟六年の黒船来航の際には、幕府に、召し兵されて、旗本に取り立てられている。万次郎は、江川英流の配下となり、軍艦教授所教授に任命され、造船の指揮、測量術、航海術の指導にあたり、 同時に、英会話書、英米対話証券の執筆、防律チ公開術書の翻訳、講演、通訳、英語の教授、船の買い付けなどの業務に当たっている。万、ま、円元年には、県米施設団の一人として、カン官林丸に乗船し、サンフランシスコ到着後は、施設の通訳として活動し、帰国時に、同行の福沢諭吉と共に、ウェブスターの英語辞書一冊ずつを購入し、 持ち帰っている。このウェブスターの辞典は、日本の英語研究に新機嫌を開く活気となった。以後、幕府軍艦総連署や鹿児島で教弁を取り、維新後は海政学校の英語教授に任命された。漂流者もまた、開国機の文化交流の一翼を担ったのである。パリ万博を見学した幕府施設団一行中央が、 徳川秋武万国博覧会は1851年のロンドン万博が最初であり、この時ハイドパークには水晶宮が建設され工業国イギリスの威信が遺憾なく発揮された。その後万博はニューヨーク、パリを経て1862年再びロンドンで開かれた。中日イギリス講師ラザフォード・オールコックは 日本の美術工芸品を収集して1862年ロンドン世界産業博覧会に出品した。それは博覧会場の一宮に日本室を設け、甲冑、闘争、書画骨董、衣服、日常調度品、陶磁器など多岐にわたったが、その展示は雑然としたものであった。この博覧会開催の前日、たまたま開始、開講延期交渉のために訪れていた。 文久拳王施設がロンドン入りし、同博覧会を見学したが、その玉石混交ぶりは見るに絶えずとの感想を生み出すほどであった。このことが次回のパリ万博への参加につながる一方、ヨーロッパ人にとっては異国的な日本趣味を広める契機となった。慶応三年、幕府はフランスと軍事、経済において提携を強めていたこともあって、積極的に参加し、 農耕関係産物、出版物のほか、葛飾北斎らの浮世絵、漆器、陶磁器、銀細工、水晶細工などを多数出品して、日本文化の国際的評価を高めるべく紹介に、努める一方、西欧列強の産業、技術情報の収集を行った。吉信は、弟の徳川秋武を、自身の名代として派遣し、皇帝ナポレオン三世に越見させている。 このように上位の考え方が次第に改められ、むしろ欧米を見習って近代化を進めるべきとの意見が強まっていった。ヨーロッパのジャポーニスム熱は一段と高まったが、薩摩藩と佐賀藩も別個に参加し、それぞれ特産品などを展示した。特に薩摩藩は薩摩琉球国勲章という勲章まで作り、幕府から独立した存在であることを示そうとした。これは、 英仏などの西欧諸国に幕府の権威の低下を印象づけることにもなった。歌舞伎では脚本作者に二世、川竹晋七が現れて、四世、市川古團寺と組んで活躍した。世話物、特に三人、吉蔵狂わい発害や、白波五人男などの白波物のジャンルで人気を博した。開園七年五月十三日朝、 ペリー提督クロフネリク戦隊訓練の図江戸時代には、シャミ音楽や奏曲、尺八楽などの音楽ジャンルが生まれ、音楽と演劇、舞踊の結びついた芸能も発達して、多様なジャンルの共存が見られた。分けてもシャミは、近世成立の大部分のジャンルに関わる重要な楽器であり、これは幕末においても、基本的には変わらなかった。開国を契機に、 西洋音楽が流入し、その後の音楽文化の展開を方向づける大きな要因となったが、いわゆる在来音楽の中でも、明治初年に独自の制度的再編を遂げて早い段階から、西洋音楽と接触した画学に比較すると、三味線音楽をはじめとする俗学に西洋音楽の影響が及ぶのはむしろ遅れた。幕末期に特に流行した俗学はハウタとドドイツであった。 高杉晋作は三千世界のカラスを殺し、主とはサネがしてみたいというドドイツを作ったと言われている。加英六年のペリー来航の際には二組の軍楽隊が同行した。裏側に上陸した軍楽隊はアメリカ国家正常期を合奏しているが、これは日本人が宗教音楽を除く本格的な洋楽を耳にした最初であったと言われる。この時の軍楽隊は、 小編成のもので、裏側以外の各地でも演奏したが、曲目は記録に明示されていない。ただし、関連資料の検討から演奏された可能性の高い曲としては、ヘールコロンビアやスティーブン・フォスターの諸作品が考えられる。安政年間には、長崎海軍練習所において、乱式太鼓の紹介や乱式つみ部の刊行がなされている。幕府の長崎役人であった、 上原広芝谷氏は予備練習に参加し、鈴見府の観光に携わったが、正式な練習には爆心のみならず、福岡藩、佐賀藩、長州藩、薩摩藩などからも練習生が参加した。教官であった勝手に D 家は、後に自らの階層として、太鼓練習や不評調練が練習生に人気だったことや自分がマーチを日本を紹介したことなどを記している。 この後、幕府や諸藩が西洋の軍政を採用するにあたって、様式訓練の一環として、個体、個敵隊が編成された。文久3年、イギリス式の太鼓信号とラッパ信号が複数のルートより日本に伝わった。慶応2年、薩摩藩は平成を全面的にイギリス式に改編、個敵隊もイギリス式となった。また、同年十二月、 幕府によって招かれた第一次フランス軍事顧問団の伝習によってフランス式のラッパ信号が伝えられ、これは長州藩などでも用いられた。このことにより明治維新を迎える段階で陸軍はフランス式、海軍はイギリス式のラッパ信号が吹き鳴らされることとなり、一国の内に異なるラッパ信号が用いられるという得意な状況が続いた。なお、 慶応四年より始まった母親戦争において、新政府軍が行進する際に歌われ、演奏された曲が、宮ヤ宮んである。この曲は、和笛と太鼓による演奏形態の上でも、また、旋律の上でも極めて、日本的な性格を持つが、歩行に合わせた規則正しいリズムに、西洋音楽の影響が見られる。近代にはまた、賛美歌、唱歌、軍歌など、 それまで人々が耳にしていた歌とは全く一質の、おびただしい数の小編歌謡を生み、これは明治以降に本格化するが、これらはいずれも、キリスト教会、学校、軍隊などの新しい集団が、近代的な共同体意識や身体感覚を共有するために必要とした、新しい歌であった。宮さん宮さんは、その意味でも、新しい音楽の方がと言える。 函館五稜郭大浦天主堂城郭建築では、安政元年に松山城天守が再建され、嘉江二年には福山城天守が築造された。安政四年には函館五稜郭、源氏元年には辰岡城の築造が始まっている。この二つの城は五棒星型の星型要塞であり、幕府内市新幕府勢力によって作られた西洋式城郭である。 箱館五稜閣は、1855年7月に、フランスの軍艦コンスタンティーヌ号が箱館に入港した際、箱館部業所で、機械製造と弾薬製造の御用取扱いを務めていた、武田綾三郎が、同艦の副艦長から指導を受け、写し取った両方の絵図面をもとに設計したもので、竣工は現時元年、周辺の植林や、二重工事を含めた全工事の完了は、 慶応2年のことであった。御殿建築としては、安政2年の京都御所四神殿、清涼殿、内市所、同年の掛川城御殿がある。なお、現在の柏原神宮本殿は、かつての京都御所内市所を移築したものである。また、文久三年には、加賀浜江武奥方御殿として、生活味覚が建造されている。自社建築では、 国学思想の高まりを反映して由緒ある神社の保存修復の意識が高まり、宇佐神宮本殿、春日大社本殿、鴨明わけの神社本殿、ゴ殿、鴨の御祖神社の東本殿、西本殿、笠さ成神社本殿などが建造された。また、文久2年パリ外国宣教会の日本教区長、ジラール神父の命により、横浜にいたフランス人主催、 ピューレが長崎に赴任して、被災官と、教会堂の建築準備に着手し、現時元年に完成した。これが、現存する日本最古のキリスト教建築、大浦天主堂である。幕末の洋風建築としては、現在長崎市内の、グラバー園に、旧、グラバー住宅、旧オルト住宅、旧リンガー住宅が所在し、それぞれ重要文化財に指定されている。 住宅の主はいずれもイギリスの貿易商人であった。協梁建築には、被護国通順橋がある。通順橋は、2016年4月14日に、発生した2016年熊本地震で亀裂が入り、水漏れの発生する被害を受けた。歌川広重、商名番称左、広重右、ごっほの模写左、広重右、ごっほの模写鈴木その一。 朝顔図屏風佐石天保記に引き続き、浮世絵の歌川広重、歌川国吉、歌川国貞、江戸林派の鈴木その一が活躍した。広重のこの時期の作品としては、名所江戸百景、阿波鳴門風景、竹明金沢八章夜景、木曽路の山川がある。浮世絵版画のヨーロッパにもたらされた最も早い例は、北川歌丸没後6年の文化9年に、 彼の作品がパリに渡っている事実に遡るが、開国と通商開始によって、一層大量の作品ヨーロッパにもたらされ、当時の印象派の画家に強い影響を与えた。その影響は、エドアル・マネ、ジェームズ・マクニール・ホイスラー、エドガードが、クロード・モネ、アンリ・ド・トゥールズ・ロートレック、フィンセント・ファン・ゴッフホ、ポール・ゴーギャンに及んでいる。特にオランダの画家・ゴッフホは、 広重作品の模写を盛んに行い、また、その特色ある藍色は、広重ブルーと称された。国吉は、洋風画の陰影法を積極的に取り入れた点に、特色を持ち、時代の回帰趣味と彼自身の得意な感覚が、結びついて、超現実的な雰囲気を醸している。幕末期の作品としては、赤沢山大相撲があり、三枚、続くの武者へ、 風刺画に優れた個性を発揮した。国貞は、万、ま、円元年頃より、金賞堂万役者大首への制作に着手し、多くの役者へを残した。万、ま、円元年頃からは、横浜の異国風俗を描いた浮世絵が多数、観光され、これを総称して、横浜へと呼んでいる。広重の門人には二代目広重、三代目広重、歌川広重、歌川茂げよ、 歌川重政、遠狼、蔡重光、歌川重春、志向、歌川義信などがおり、国吉に学んだ人物には、月岡義俊、川辺教祭がいた。国貞には、歌川貞秀、歌川忠影、歌川貞虎、豊原国近及び上方の歌川貞広、歌川忠師匠などの門弟がおり、いずれも、画系は、明治以降にも引き継がれた。なお、 歌川広重の詩絵は国定が描いている。月岡義年と兄弟子の落合義育は、慶応2年から翌年にかけて、歌舞伎の残酷な場面を集めた英明28集句を共作し、それぞれ14場面ずつを描いている。これは義年にとっては初期の作品であり、明治以降、時事的な内容も含めた、多種多様な作品を残した。川辺京才は、 浮世絵を起点にしながらもそれに囚われない異色の画家で幕末から明治にかけて盛んに創作活動を行った。江戸林波の流れに属する鈴木その一は、堺法一の最も著名な自家弟子であり、宣伝された都会的、理智的な作風で知られ、しばしば近代日本画における先駆的な画家と位置づけられる。浮と一景、米韓裏が取らず大和への絵師としては、 京都の浮田一景がいる。彼は、復興や的への運動に参加する一方で、尊老上一層にも共鳴して、政治活動に関与したため、安政の大獄の際に捉えられ、獄につながれた。カスが権限記絵巻の構図、手法を巧みに用いて、和宮効果を風刺した、今回層紙絵巻などの特色ある作品を持つ。障壁画の分野では、 復古大和への冷勢ため地下が活躍した。彼は、京都の仮野派の家系に生まれながら、冷静に改正するほど貴族文化に憧れた人物であり、古典山和への研究に熱心なあまり、古河を所有する幕府重心の屋敷に出入りして、勤皇派の誤解を招き、40歳で暗殺されるに至る。しかし、京都御所や佐抜国こと平宮の障壁画など短い。 生涯で多彩な作画を行っており、ことに、三河国大樹寺大型竹の障壁画は安政4年の作で重要文化財に指定されている。歴史画では、菊池要塞が知られている。日本最古の写真。田中光儀像、ルイ・ジャック・マンデ・ダゲルによって、銀版写真が発明されたのは1839年のフランスでのことであったが、その4年後の天保14年には、 オランダ戦によって、長崎に、日本に、初めて写真機材が持ち込まれている。当時長崎の御用商人で、蘭学者でもあった、上野利之野城は、写真機材一式をスケッチしているが、機材そのものはオランダに持ち帰られた。海元年には、島津成明が、銀版写真機材を入手して、薩摩藩士一市吉郎らに研究を命じているが、銀版写真は、 薬剤の調整が難しく、一キラが写真撮影に成功したのは安政4年のことと言われている。これが日本人による初めての写真撮影であった。長崎海軍練習所で科学を教えた医師のプルークも、また写真術を伝えている。日本で最初の写真館は、万、ま、延元年のアメリカ人オリン・フリーマンによる横浜の写真館である。文久元年。 フリーマンの機材一式を購入したうかい玉川が、江戸や原堀ボリで日本人による最初の写真館を開いた。日本の写真の祖として知られる上野彦馬は、安政6年長崎の医学練習所で、生理学の立場から写真術を研究していたが、来日したネグレッティザンブラ社の特派員で職業的写真家でもあったフランス人ピエール・ロシエから、 本格的に湿式写真を学んだ。上野は文久2年には長崎中島に上野撮影局を開業しているが、ここで撮影された坂本龍馬の肖像写真は有名である。うかい、上野と並んで最初期の写真家として知られるのが横浜で文久2年に開業した下岡蓮城である。彼はアメリカ人写真家運賃から写真術を習い、 さらにその帰国時に機材を譲り受けている。その作品には風景や庶民の姿を撮影したものが多く含まれる。工芸分野では当時期に京焼の名手として奥田栄専門家に青木木米と新上美銅八が現れた。木米は何画でも有名であるが中国風の戦着に優れた作品を残した。銅八は 野々村一清や小形健山らの伝統を受け継いだ、日本的衣装の抹茶器や、人物、動物などの置物に優れた作品がある。同八は、紀州藩お庭焼き立ち上げに参画した後、高松藩お庭焼き、薩摩藩お庭焼き、門倉屋お庭焼き、西本願寺お庭焼きなどの立ち上げにも参画した。A 専門家には他に、染め付け、赤絵を得意とした、 小形周平、政治を得意とした金古道カ助らがいる。同じ京焼の英楽保全は、木兵、新弥と並んで、京焼の三名校と呼ばれた人物で、彼もまた大津で、コナン焼をはじめ、また、高槻藩の長い直樹に招かれ、高槻王を畜養している。近郊では、後藤一条、加納夏王らが、写実的彫刻に新しい息吹を吹き込んだ。 開港後にはまた近代的なガラス製法が西欧からもたらされ、ガラス工芸も各地で盛んになった。染色では、文様、衣装の中に骸骨を模様としたものや魚毛を巧みに、文様化したものなど、都会的な基地にあふれたデザインが多く見られ、時代的な特徴を成している。初夏では、江戸の市川米安と、牧良子、京都の抜きな水王が知られ、 幕末の三筆と呼ばれることがある。彼らから用の名手は中国の様々な個室を体系的に研究して、一家を成し、数多くの門邸を集めて教授した。晩年の市川米安は大名、僧侶など五千人に及ぶ門人を要したと言われている。儒学と国学は、江戸時代における二大学問であり、二大思想であった。 儒学の中でも、朱子学は極めて世俗的な倫理観を持ち、上下の身分秩序を重んじて、礼節を尊び、封建制に適した教義を備えていたため幕府に保護され、その主義主義的な側面は、本奏学など、諸学問の発展をもたらした。一方で、朱子学は、徳川抗議体制の危機を強く意識し、要を治め人民を救うこと、 すなわち、形成催眠の具体策を講じて、異性者の覚醒を流す、形成論を生み出した。形成化の唱える政策は、政治、経済、農業、国防など多岐にわたったが、その中には、惑星批判に及んで処罰されたケースもあった。また、治療合一を説く、陽明学は、現実を国難であると考えた、当時の武士たちに行動主義を訴えたものであり、多数の、 幕末の死を生み出す母体となった。平田筒谷国学は、原独文化期の和歌、古典研究に橋を発し、日本人の精神世界を、日本の古典や古代史の中に見出す学問として、発展した。品の中華思想はもとより、仏教、儒教などを外来思想、外来宗教として排除することが説かれ、万世一系の天皇の存在自体を、 日本の優越性の根拠とする傾向を有し、幕府よりは朝廷が重んじられた。国学は尊能論や上位論を派生させたのである。加田のアズマ鴨ロ、カモノマブリナが平田厚種を国学四、大人と称するが、中でも平田厚種は儒教や仏教と集合した神道を批判し、天皇が行う政治の道の発用を唱えた。厚種は儒教を 仏教、乱学、キリスト教まで援用して、平田国学を確立し、その中で外来思想に影響されない日本古来の純粋な信仰、すなわち古道を尊重する復古神道を体制させた。厚種によって国学は、復古主義的、国粹主義の立場を強め、民間から生まれた、総合の国学として、幕末の尊王上位運動、倒幕運動に、 大きな影響を及ぼした。総合には、島崎東村の小説、夜明け前冒頭に見られる売り込み賞などのような人々も含まれていた。吉田松陰もまた一訓万民論、総合ク議論を唱えたが、そこには、平田国学の影響が見られる。幕末期にあって、総合は、実に無数に見られた。例えば、坂下門外の変のの千代川和都平野国を見。 マキイズミ野の志士たちは藩を超えて、島津久光の出兵、状況に参加しようと同志を集めたが、これは、総合と呼ばれる人々の広範な広がりを前提している。久留米水天宮の主官で、久留米藩主でもあった、マキイズミは志士たちの領主として、信望を集めており、敬意愚説によって、尊老上位運動の理論的な考慮を示しており、議権散策は、 また、汚政復古のための組織論であった。また、この時松陰の弟子の草加玄髄は、とさ近納党の竹市髄山にあてて、藩や身分を超えた、総合復帰論を唱えているが、総合は、この書簡を届けた、坂本龍馬はじめ脱藩した、武士、浪人、豪商合能など多したようであり、その背景には広範な地域的ネットワークと、旺盛な経済活動の集積があり、 結果として、これらが、日本独立の大きな石になったと言える。ミト学は、過去の日本の歴史を、朱子学的な大義名分論から、明らかにすることから起こってきた学で、二代藩主、徳川光圀を中心に、大日本史編纂に力を傾注した前期ミト学、九代藩主、徳川成明によって、政治的諸課題の解決にも目を向けた後期ミト学に、分けられる。 後期水戸学の舞台となったのが成明の創立した藩校行動館であった。水戸学が他藩の武士から注目されるようになったのは、天保年間からであり、藤田有国その文人相沢正司祭、幽国の実施であり、門人でもある藤田東子という系譜を持つ。後期水戸学は、江戸期における従来の諸思想、諸学門を整理統合したところに、 大きな特色を有する。趣子学をベースに上下の身分秩序を重んじて、礼節を尊ぶ精神を継承し、形成論を取り入れて、諸問題を論じ、特に国防論を重視して、鎖国論を堅持して、上位を主張、さらに平田国学を受け入れて、東、アジア的開始層の中心に天皇を据え、尊能論の勃興を促した。 相沢ザ司祭藤田東子相沢ザ司祭は、尊能を唱えて、大政委任論を補強した、藤田裕国の思想を受け継ぎ、その内容を、包括的、体系的に表現して、後期見戸学を広く、世に知らしめ、また自らの思想を様々な詩や文章にして社会に、喧伝した。聖司祭は、文政7年の大津浜事件、宝島事件と翌年の無二年打ち払い礼発布の、 事実を踏まえ、振論を表した。本来は、藩主、徳川成明に献上された著で日本という国家が、取るべき、戦略論であったが、尊能論、上位論を訴えたその内容は極めて情熱的で、日本中の若年節に簡単をもって受け入れられ、深く浸透した。振論の十作は、文政八年のことであるが、 江戸玉山堂から正半本で交換されたのは安政4年であり、たちまちにして幕末最大のベストセラーとなった。新論には幕政批判が随所に見られる。相沢はいたずらに幕府を批判したのではなく、むしろ幕府をこぶし、巨国一致で外圧に対抗することを起としているが、結果的に幕府廃止論に組みすることとなったと言われる。一方では、 すでに国民的統一を成し遂げた国家としての日本という見地から書かれ、爆藩体制がすでに克服されたという立場から書かれたケウナ書との評価もある。利を見て気を忘れる国に連置なければ、すなわち天下に正気なくして弱刑現れるなど道徳の問題も取り上げられている。藤田東子は成明の側用人として政治家としても活躍し、 ミト学を単なる学問で終わらせずに、政治の世界で実践した。尊能上位の語を初めて用いたのが東古であり、彼の自助伝的詩文、回転詩詩は、幕末詩たちに大いに朗吟され、深い感銘を与え続けた。行動喚起は、東古の執筆を成明が承認し、佐藤一切青山延部相愛沢聖司斎らの意見が加わって、 修正を施されたものと考えられており、全491字という短い文章であるが、当古自身の注釈による行動感記述にはそれに比して、極めて長文であり、本文がいかに皇室で密度の高いものであるかを示している。国体の尊厳を発揮するのも、道によるとの文言を有し、ここに教育直後の思想の延言を見ようとする見解がある。また、 国体の語が使用されたのも行動換起が初めてであり、この語は終戦に至るまで戦前の日本で重要視され続けたのであった。やがて、ミト学では日本に固有な伝統が法制度的、社会的に発言した形を国体と呼び、その固有性を成立せしめている理念を道と呼ぶようになった。ナショナリズムの全国への浸透は静止祭、 東古の後期水戸学によってもたらされたのである。尊老上位運動の中心人物として活躍した東古であったが、安政自身で歴史したことで、水戸学は指導者を失い、幕府の権威が失墜したことで、軽薄的思考をも合わせ持っていた水戸学は取り残されてしまった。しかし、後期水戸学の有していたナショナリズムは、明治時代になっても尊重され、太平洋戦争まで生き続けた。 そして、この時代、欧米文明国にあっても、国民主義のイデオロギーが国文学史の研究等を通じて、保守主義や文化相対主義とは別の形で、勃興しており、イデオロギーとしてのミト学は、欧米、日本相互の同時代性としても把握でき、その観点から近代的な性質を有することも、指摘されている。洋学者としては、小型公安が、天保9年に、 大阪河原町に開いた敵塾から長与千歳、大鳥圭介、福沢幸吉、佐野城民、橋本佐内、大村松次郎らが排出した。また、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトが文政7年に、長崎郊外に開いた鳴滝塾からは、伊藤原木や戸塚正界が現れ、牛首刀法に成功した。大村松次郎は、 鳴滝塾の門下ではなかったが、門下の二宮慶作やシーボルトの娘で、二宮に養育された、楠本稲と信仰があった。加藤博之中村正直洋学は、従来蘭学に限られ、その習得も書籍を通した間接的なものであったが、上述したように、外交施設や留学生として、直接欧米を見分した人々によって、また幕府による、 洋学教育機関の創設によって、その内容も性格も大きく変貌した。佐久間正山に兵学を学び、幕臣として番所調べ書教官となった加藤博之は、いち早くドイツ語を学んだ一人であったが、文久元年という時期に早くも、隣層を表して、欧米の立憲思想を紹介している。西洋文化の昇華も見られた。上述の青春は、 フィロソフィーの翻訳語として、季哲学を作った。このほか、芸術、理性、科学、技術、心理学、意識、知識、概念、機能、演疫、定義、命題、分解など多くの科学用語。哲学用語は西によって考案された和製看護であり、現代でも日本のみならず、中国などでも使用されている。幕臣の中村正直は、趣旨学、 陽明学を学び、若くして母校昌平座科学文書の筆頭教授となった秀才であったが、蘭学も密かに学び、後に、かつ回収から英英辞典を借りて英語も学んだ。彼は従来の蘭学者が医学や軍事など西洋文明における技術分野にもっぱら注目していたのに対し、いち早く西洋文明の形事上的な側面に関心を寄せ、ロンドンへの 第一回留学生派遣の際には志願して、取締役の名目で投影した。彼は願書に、天知人に通ずるを受というと定義した上で、天の福々と殺しない地国には限り申す間軸と、学問の対象を西洋にも押し広げ、自分は従者として西洋文明の刑事上的側面を探求したいと訴えた。投影後は、デモクラシーの価値に着目して、 民選の大義生態こそ産業大国イギリスを支えているものであり、その寄ってきたる力の源泉は人々の自助の精神にあると考えた。中村が訳出したサミュエル・スマイルズ原著の西国立史編は別名自助論とも呼ばれ、明治を通じて大ベストセラーになったのみならず、日本の修身、国語の教科書、発明発見物語などの少年少女向けの読み物、 さらには、高田露伴など、明治文学にも大きな影響を与えた。福沢諭吉も、また、西洋事情や、西洋旅案内で一般に、国際情報を伝えると同時に、独立自尊の精神を唱えた。明治初年の出版された、学問のすすめの冒頭、天は、人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えりは、天赋人権。 封建制批判の主張であると同時に学問に、励み独立自尊の精神を身につけているかどうかで、人の上下が決まるという考え方を述べたものであった。加藤博之、中村正直、福沢幸知らは、後に、名読者を結成し、演説会や討論会の実施、雑誌の発行など、活発に活動して、明治初期の日本社会に大きな影響を与えた。 佐久間正山横井正南吉田松陰幕末の思想家として注目されるのが佐久間正山、横井正南、橋本さない、吉田松陰の4人である。その影響は彼らの生きた時代のみならず、後世に及んだ。品の国松大藩出身の佐久間正山は、江戸で兵学塾を開き、法術や兵学を吉田松陰勝海回加藤弘之らに教え、また、 坂本龍馬、西村茂木らにも影響を与えた。昭山は東洋の道徳、西洋の芸術と説いて、開国論と交部合体論を唱えた。日本人自身が法も官も作るべきであると考えたのが政治家では、島津成明であり、思想家では、昭山であった。昭山は朱子学の、キュウリのうちの一つとして、西洋の学問を位置づけ、 種子学の理の観念と自然科学における法則等を同一化し、孫こと芝法によって西洋の軍事技術を学ぶことを唱えた。主張は小6である。商山の開国論は極めて現実的な国際感覚に基づく大乗理論とも言えるが将来的な上位の実行に対しても会議的であった。日本の国力が 西洋列強のそれに遥かに及ばないことを熟知しており、仮に近づいても追い越すことがいかに至難であるかについて、冷徹に分析していたのである。現時元年、幕府命令で京都へ赴き、苦行に対し開国と後部合体を説いていたが、上位派によって暗殺された。横井昌男は、日後国熊本藩出身で、江戸では、幕臣、河地敏明や水戸藩士、 藤田東子らと信仰を結び、その後、松平義長に招かれて、福井藩の布国共兵策を推進し、藩の政治方針として、国勢三論を表して、反省改革を指導した。当初は、鎖国政策を高く評価していたエンゲルベルト・ケンペルの、鎖国論を読んで、鎖国主義を報じていたが、義源、開国寿司によって、開国論に転じ、政治的には、 後部が大論を展開した全国規模の近代海軍を作り、その過程で身分制度を否定して能力主義に基づく政治制度を採用すべきことを訴え、開国図し、アメリカ編からは共和制の考えを学んで、その中の公共の性の理念に共感、アメリカ合衆国初代大統領のジョージ・ワシントンを行春の地を体現する人物と捉えた。彼は、 公共の道をもって国を開き、公益する以外に日本の現状を打破することはできず、また公益の相互依存体系を世界経済の中に実現することで司会兄弟の理想が実現できるとした。湘南は明治2年彼が開国を進めて日本をキリスト教化しようとしていると誤解した人々に襲撃され暗殺された。福井藩の橋本左内は 爆藩体制は維持した上で、西欧の先進技術の導入を構想した。商山とは異なり、最初から貿易、生産の問題に深い関心を寄せ、藩政府が藩内の産業育成を図るべきとし、商業道徳の向上を説いた点で、後の渋沢栄一、福沢諭吉らの資本詳細の先駆を成した。公益論の中でさ内は、品物の公益のみならず、 地位の公益寛容と述べており、有能な人材の育成、東洋主張、英米の選挙制度を実施する一方で外交面では、ロシアとの軍事的提携を提唱した。サ内は、安政の大国により、江戸天間長老屋敷に収監され、安政6年、ライミ・三郎、ブロウ、イーズミ・キナイラと共に26歳の若さで残刑に、処せられた。長州藩士であった吉田松陰は、 思想家というよりも、行動の人であったが、松下村塾においては幕末から明治維新にかけて活躍した数多くの門人を育てた教育者でもあった。その門人に、高杉晋作、草加玄瑞、吉田利マロ、伊藤博文、山形有友、品川矢次郎、前原一世、入江91、山田明義らがいる。 松影はまた必ずしも、格好たる思想体系を持ち合わせておらず、どちらかといえば、相手の意見に感化されやすく、その意味では柔軟な思考の持ち主であった。松影の行動の原動力は、尊能上異論であり、平田国学、後期水戸学の影響を受けた松影は、日本史を学ぶ中で、日本独自の国のあり方を意識するようになった。極めて強い広告思想と、 それを裏打ちする、陽明学に根ざした、行動主義、直上的な審議が松陰を貫いていた。松陰の遺敵に対する、敵外心は、相当に強く、上位主義という点では、疑問の余地がなかったが、日本人の海外渡航や西洋文物の摂取に、関しては、死の佐久間正山の見解に賛同し、将来の上位のための開国、公益論と公明天皇の意思に基づく、 行動的上位論を行き来した。そしてまた、松陰の尊王上位論は、当初必ずしも幕藩体制を否定したものではなかったが、幕府外交のあり方に失望し、やがて一君万民論を展開し、幕府を倒して万民が直接天皇に忠誠を尽くすために立ち上げれという、総合屈期を主張して、明治維新の原動力となった。松陰は、自身の行動指針として、 まこと、姿勢を掲げており、彼も、また安政の大国において残刑に処せられた。なお、松影は、優秀中に、大量の書籍を読破し、その小録を作成したことはよく知られている。この時代は、以下に述べるように教教派神道と呼ばれる諸派を生んだが、仏教においては安政四年、長松日誠が、本門北家宗の内部に、本門仏律校を開いた。これは、 今日の本門仏、立宗の前身にあたる。この時期、美戦国の官主、黒住宗忠が文化11年に開いた黒住教が幕末期から明治初年にかけて大幅に強制を伸ばした。天理教教祖に山和国山弁軍の地主の妻、中山美希は天理教を開教した。彼女は病身の長男の治病のために、 主言者の家事代を務めているうちに神がかりを経験し、慣営6年前後にはそのシャーマン的呪術は病気治しの神、出産の神として周囲から信仰されるようになっていた。三木の神がかりには、天保の大飢饉や大氏を平八郎の乱など激動する社会情勢とともに文政のおかげ参りなどに見られるような社会不安から来る新人の功用があった。 夫の死去や家の破産が続き、経済的困窮の中で彼女は、次第に天理を追うのみことを唯一神とする教説を固め、中山家の屋敷地こそ、天地創造の地で、来るべき世の聖地、お地場であるとし、親神を信じて、陽気暮らしに努めれば民衆は救われ、世の折で、この世のごく楽の世界が到来すると説いた。彼女は、自身を含む貧しき民衆を、谷底と呼び、 権力者や有力者を鉱山と呼んで反感を隠さず、唯一神の前の万人平等を説いた。天理教の信者たちが校舎の形を取り始めたのは、源氏元年からであり、慶応年間には西日本の広い範囲に広がり、競技家としての三日グラウタが作られたのが、慶応三年、オフレ先も明治二年から書かれた。金鉱経は安政六年に、 備中国の貧能であった川で文次郎が神がかりして始まった信仰である。彼もまた三人の小屋会牛を失い、自らも重病に侵されたが、主権者に脅されながら新人深い生活を送ってきた人物である。従来、牛虎の近親と称され、たたり神とされてきた近親を文次郎も、また周囲同様に恐れ、勤労に励んでいたが、ある日、 恐るべき謹慎から文次郎を氏子として信頼する。そして、ひたすら敬すれば、医者も、主言の友いらぬというお告げを受けたのである。文次郎はそれ以来新しい宗教を創始して、日本の総宇治神として、慈悲深い天地金の神として尊心すべきこと、天地金の神と信者の関係は、親子のようなもので、真心を持って接すれば、人は皆慎徳を受け。 平和な生活を送ることができるととき、人間の平等感、連帯感を強調した。そして、従来の俗信がいかに虐いたげられてきた人々の心を捉えてきたかを訴え、民衆救済を高らかに掲げたのである。これらの宗教は平等主義的傾向を有するとともに、現世的な性格を持ち、幕末の変動期にあって、 不安な民衆の心を捉えて、急速に発展し、後に登場する丸山教や大本教も含めて、教派神道と呼ばれた。これに対し、平田国学の中から生まれた、復古神道は神秘的な要素を持ち、神仏集合を廃したところから、明治初年の神仏分離令、さらに廃仏希釈の運動につながった。A、ええ、じゃないか。 騒動に興じる人々慶応3年秋から冬にかけてお札ぶりの噂などをきっかけに東海、近畿地方で起こった民衆乱舞が A じゃないかである。これは東海道吉田塾から始まったとされ、東は関東地方南部、西は中国、四国地方にまで広がった。診察効果を随称として狂気し、種類を振る舞う家などもあり、 かけ合う言葉は多くの場合即興で、時には、卑猥な林言葉なども入ったと言われる。江戸時代に何度か流行したおかげ参りの変形と考えられており、社会の混迷を示す現象であると言えるが、一方でこの現象は、倒幕運動の本格化と時期を同じくしている。現時2年、非前浦城の住民十数名が、大浦県主導を訪れ、そのうち書老の女性が一人、 祭壇の前で祈っていたパリ外国宣教会の神父、ベルナール・プティジャンに近づき、私どもは神父様と同じ心でありますと囁き、自分たちがカトリック信者である事実を告白した。信者たちは天主堂に聖母像があること、神父が独身であることから間違いなくカトリック教会であることを確認し、自分たちが迫害に耐えながら、キリスト教信仰を200年以上にわたって、 守り続けてきた、いわゆる隠れキリシタンであることを話し、プティジャン神父を驚かせた。その後、プティジャンは密かに、浦上や五島列島など、非然各地に、信者発見を兼ねた、不況の旅を行い、多くのカトリック教徒が、秘密裏に信仰を守り続けていたことが分かった。この、信徒発見のニュースはやがて当時のローマ教皇ピオ9世の元にもたらされたが、 教皇は感激し、これを東洋の奇跡と呼んだと言われている。近世後期から維新期にかけての危機意識の表現としては、上述した国学や後期ミ戸学とともに、本歴運動が挙げられる。文化7年に、不問演通は、仏国歴史小編を刊行し、自身の仏教天文学の学的組織を体系化した。その成果は、本歴ないし、仏歴と呼ばれ、 古今東西の天文学の知識をもとに、仏天の天文に関する記述を省量し、最大公約数的な仏教天文学を体系化したものである。円通は天保5年に没したが、その訓当を受けた人々は、本歴者というネットワークを作り、朝廷と密接な関係を持ちながらも、仏教各宗派を超えた思想運動を展開した。これが本歴運動であり、 幕末期には、浄土新州本願寺派の僧霊優雅、伊勢国などで、精力的に活動し、堺近郊では、繊維が中心となって活動した。ありがとうございます。